はいどうも小山です。今日はですね、私業ほど YouTube をやった方がいい3つの理由というテーマで、お送りしていきたいと思います。僕もですね、YouTube を始めて1年ちょっと経ってですね、本当にいろんな勉強させていただきましたし、本当にもっといいのがもういろんな出会いですね。人だったり、今までね、会えなかった人たちからも連絡もらったりですね、するようになって、本当に人生が豊かになってると実感してるんですけど、今日は特にね、僕の同業である私業にとって、YouTube ってどういうね、可能性があるのかっていうのを、主なメインテーマとして動画を撮りたいなと思います。このチャンネル、会計士とかね、税理士目指してるっていう、私業を目指してるって方もすごい多いんで、ぜひね、資格取った後に、例えばね、どっか監査法人でも税理士事務所でもいいんですけど、働いた後にね、自分でもどうやってビジネスしていこうかっていう時にもね、今日のテーマはね、参考になるんじゃないかなと思います。で、もう結論なんですけど、3つやった方がいい理由っていうのは、もうこの3つです。で、まずね、もう言わずもがなですね、顧客獲得。で、2つ目、昨今ね、人手難叫ばれてると思うんですけど、やっぱリクルーティングですね。人材戦略にミスマッチがないと。で、3つ目、最後はですね、もうこれが一番届けたいメッセージなんですけど、こうやってね、ゼロからね、自分で動画を作ったり、なんなら企画を考えたり、台本作ったり、で、編集してアップするっていうね、これ自体がね、ビジネスのすごい勉強になりますんで、ビジネス自体の勉強になるというのが、この3つになりますと。でね、詳細解説入っていきたいと思います。で、まず一つ、顧客獲得なんですけど、まず冒頭に申し上げておくとですね、うちのチャンネルは実はね、顧客獲得はもう1ミリも狙ってないんですよね。むしろ、もう今ね、ありがたいことにうちの事務所も本当にたくさんのね、クライアントに恵まれてまして、今のところはその、もうリアルのクライアントでね、手一杯っていうわけじゃないんですけど、一応ね、やらせていただいてます。一部ね、本当にいいご縁があればご相談いただいてるってことはあるんですけども、本当にこの結論ね、そんなうちでもっていうところがポイントです。そんなうちでもなんですけど、この YouTube チャンネルがきっかけでですね、例えば過去のセミナー動画を見ましたとか、あと多かったのが資金調達ですね。資金調達の動画を見ましたと。あと仮想通貨絡みの税金がね、なかなか地元だといい税理士さんがいないということで、数社って言っていいですかね、数名の社長直ですよ、からご連絡いただいてですね、実際弊社のね、お客様になっていただいたのがね、数社ございますと。で、これね、単純にね、営業取れましたっていうことを伝えたかったわけじゃなくて、まずね、この顧客獲得についてなんですけども、弊社はね、冒頭言った通り、狙ってはないんですけど、結果ね、ご縁をいただいてしまったってケースなんですけど、ガンガンね、営業で使うのありだと思います。ありなんですけど、何がいいかっていうとですね、もうメリットがありまして、通常のね、営業だとね、僕も創業して6年超なんですけども、散々ね、営業とか集客活動とかしてきたんですけど、普通はね、例えば、社長の会とか経営者の会とか、なんならネットのホームページ作って、LP 作ってですね、で、それに広告回して、で、そこからお問い合わせが来て、初めましてと。で、うち何々こういうサービスしてますと。で、他社はこういう料金で、うちはこういう料金で、こういうサービスでやってます。どうですかみたいな。大体、そういうトークだったり、その営業活動が行われますよね。で、あとは現場で言うとですね、例えばお名刺交換から始まってですね、で、うちの良さを知ってもらうっていうのが、そういうステップを踏むことが通常なんですけども、やはり YouTube をやり始めてからですね、やっぱりそこら辺を、事前に向こうから小山さんだったり、小山味方っていうのを知った上で、ピンポイントで来てますので、そういったね、活動をすっ飛ばせるんですよね。もうなんならね、今まで動画で見てた人に会えましたみたいな、を一番多く言われることですね。映像で見てた小山さんですかみたいな感じで言ってもらったりですね。本当にそこで勝手にって言ったらあれですけど、親近感を湧いてもらってるんですよね。で、うちの価値観だったり、うちの仕事っぷりっていうのをある程度理解してもらった上で、最後はね、挨拶というか、信頼性のためにもう本当に対面してるぐらいでですして、もうその相密とかもないですし、どういうサービスやってくれるんですかっていうトークはあんまりないと。もうあくまでね、最初はね、信頼関係築いて、じゃあもうやってみましょうかというので、数社ね、ご縁をいただいたケースがあります。なので、顧客獲得における YouTube のメリットっていうのは、その信頼性の構築ですね。っていうのが、ある程度ね、こちらは情報開示というか自己開示してますので、そこら辺をすっ飛ばせて、むしろ見込み客の方からですね、お問い合わせをいただけるというのは、これはね、普通の、例えば名刺交換だったり、紹介営業だったり、あとはホームページの LP によるネットマーケティングとはちょっとなかなか違う部分かなと思います。で、この YouTube がね、まず垂れ流しなわけじゃないですか。あることによって、やっぱり通常のホームページだったり、LP の使い方っていうのも、より一層ね、それを見た上で、YouTube を見た上で問い合わせをしてくださったり、いろんなね、組み合わせができて、すごいね、シナジーを生んでるなっていうのは、時間としてあります。なので、うちはね、顧客獲得っていうのは実はメインではないんですけども、私業の方でもね、例えば集客に困っている方がいらっしゃれば、ぜひぜひこれはめちゃめちゃいい武器になると思いますので、YouTube ぜひやってみてください。で、次2つ目。実はですね、うちは顧客獲得というよりかは、仲間探しとか、価値観共有だったり、あとは後進の育成ですね。これから会計士を目指したいとか、同業者でもね、もうちょっと目線を上げて一緒に仕事できる人が欲しいっていう意味で、実は YouTube をやり始めた部分があってですね、あとはそもそもこの公認会計士を知ってもらいたいっていう、そういった啓蒙活動的なところもあるんですけど、実は2番目、リクルーティングですね。採用活動について YouTube はめちゃめちゃですね、メリットがあると思ってます。で、これはね、一番効果があるというか、やっぱこれ人のご縁ってね、もうすごいもう何事にもね、変え難いところだと思うんですけども、実はね、昨今ね、この会計士業界だけじゃないですね。もう日本全体で人手なんていうのはね、言われてると思います。で、一昔昔前からね、ちょっと会計士さんとか税理士の受験者層のね、受験数の減少だったり、そういうのがあってですね、なかなか人が獲得しづらい、経営者側になるとしづらい状況になってまして、でね、昨今だと、例えば人材紹介会社とかがですね、活躍して、我々がそこにね、人材紹介料をお支払いして、雇用するとか採用するっていうのがもう主流になりつつあるんですよね。ただ実はデメリットがありまして、やっぱりね、言い方が悪いんですけど、やっぱそういう風に他者依存してるとですね、やっぱり食い物にされる部分って多少あるんですよね。足元を見られると言いますか、年々ね、人材紹介料の高騰とかですね、あとは大手 VS うちみたいな中小ですよね。ってところで、なかなかね、例えば新卒の方だったり、なかなか優秀な方っていうのを、パイが限られてますんで、なかなかうまいようにいかない部分があったりするんですよね。で、ちょっと誤解を恐れず言うと、やはりね、ちょっと人材紹介会社の食い物にされるというか、そういった事務所も多々あるみたいですね。足元を見られて、料金ね、もうずっとね、毎年1人雇って、例えばね、7、80万払って、で、すぐ辞めちゃって、また翌年ね、7、80万払ってみたいな、そんな事務所もあるぐらいなので、そういった意味ではね、やっぱり集めてもらったりとかですね、集めに行く採用よりかはですね、営業と一緒で集まってもらう採用ですよね。そういうのが営業しかり採用しかり、やっぱここら辺がね、できると一番強いと思いますので、いかにね、お客様から集まってもらえる事務所になるのかっていうのと同時に、いかにね、求職者側からですね、集まってもらえるような事務所になるのか、やっぱそういう風な事務所になれればですね、やっぱりその売り上げも伸びますし、それを捌くだけのね、仲間っていうのもできますので、やっぱね、今後スケールしていくときには、やはり重要な要素になってくるんじゃないかなと。この会計士業界、税理士業界も人が財産、唯一の財産ですので、別にシステム投資とか設備投資いるわけじゃないので、もう本当に人ですよね。脳みそとサービスができるかっていうそのところなので、なかなかね、人繰りっていうのが今昨今困ってます。で、リクルーティングで採用活動については、もう本当にね、営業と一緒ですよね。営業編でも言った通りで、本当にね、こういうふうにね、日々発信してるもので、現状、うちではですね、この半年だけで2名の方に YouTube 経由でご入賞いただきました。何がいいかっていうとですね、普通の採用の場だとですよ、例えば人材紹介会社にヘッドハンティングしてもらう。もしくは、インディードとか、マイナビとか、みたいなところに掲載しておく。で、そこからお問い合わせいただくっていうのが主流なんですけど、こちらが当然お金払いますよね。じゃなくて、YouTube とかだとですね、日々、私はね、代表自らがですね、情報を発信してたり、価値観だったり、仕事観、倫理観ですよね、発信したり、あと事務所のね、例えばネット番組の番組をね、うちの YouTube でアップしてたりするもので、小山美方っていう事務所自体のもう説明というか自己開示ができてますので、求職者側とのミスマッチがないんですよね。で、通常のリクルーティング活動っていうと、そういうふうにね、掲示板に掲示したりですね、あとはヘッドハンティングしてもらって、初めましてから。で、一番多いのが、腹の探り合いですよね。我々からすると、どのぐらい仕事できるんですかっていう部分だったり、どういう価値観で仕事してますかで、求職者側からすると、どういうね、福利厚生なんですかとか、給与体系どうなんですかとか、残業ありますかとか、そういう腹の探り合いみたいなことで、正直初日は終わる部分が多いと思うんですよね。で、例えば二次面接になりました、最終面接になりました、みたいなことが多いと思うんですけども、やっぱり YouTube でね、うちだと平均年収とか平均給与も言ってますし、業界のことも言ってますし、もう分かった上で、それでもなおですね、もういやいやそういうとこじゃなくて、うちで働きたいとか、小山さんと一回お仕事してみたいとか、もうそんな感じでご応募してくださってるケースがすごい多くてですね、で、現状直近で2名の方を現に採用させていただいてるってことで、本当にね、ミスマッチもないですし、そういった意味でね、工数も削減できてますよね。で、あと何がいいかって、コストですね。我々経営陣からするとですね、やっぱりその、叶うかどうかわからないところにお金を払う。これ広告もそうですし、人材紹介料もそうなんですけど、そこにお金が払わなくて済む。で、例えばね、この業界の平均の人材紹介単価っていうとですね、年収の 30% なんですよ。これね、よく考えた方がいいですね。我々もそうですし、これからね、例えば転職コンサルタントとかにね、支援してもらう人もそうなんですけど、実は目に見えないところで、例えばね、年収1000万の人をうちが招き入れた場合には、30%、すなわち300万がですね、一撃ショットで、そのね、紹介会社に出てます。これ自体ね、彼らもお仕事なんで全然真っ当なことなんですけども、これはね、我々も求職者側にお支払いしてるわけじゃないですね。300万お支払いしてるわけじゃないですし、求職者側も300万ね、自分がね、うちに来てくれることによって、300万普通は発生するんだけど、それはね、本人の手元に入って当然ないので、エージェントの方にお支払いしてるお金になりますんで、そこのね、よく言われてる中間業者ですね、っていうのを、できるだけね、解除できるっていうのは、ちょっとね、言い方が解除っていうと、ちょっとすごい、トゲトゲしいんですけども、いろんな業界でも言われてるじゃないですか。不動産だったり、このね、例えば日用品の売買だったり、そういった部分で仲介業者っていうのが多ければ多いほどコストが通常かかると言われてますので、それが飛ばせる、もう1対1直ですよね。直で、お互いのね、好きというか、コミュニケーションで採用活動が行われると。これはね、結構本当に望ましい姿なんじゃないかなと僕は思ってまして、すごいね、絶大な効果を発揮してます。2名なので、通常ですと、例えばね、その方が500万の年収だとすると、30%、150万。で、かける2人なんで300万ですよね。が、もしかしたら外部に流出したかもしれないっていうのを直接ね、こうやってやり取りしてくださってるんで、もしかしたらですけど、そのね、150万を、その従業員のために使えたりですね、その、またね、次の採用のために使えたりするっていう意味では、すごいね、効率がいいと、個人的には思ってます。で、今ね、働いてくれてる人もね、その YouTube 経由でね、もう本当によくやってくれてますね。もうめちゃめちゃ感謝。当然ね、価値観もマッチして入ってくるくださってるんで、あとうちでやったことっていうと、面接では2つやってまして、1つがスキルフィットですね。当然ですけど、簿記、財務、会計ですね。あと税金の知識。で、あとはカルチャーフィットって言って、うちの文化にね、合うのかどうかっていう。まあ、うちはどっちかっていうとね、堅物税理士とか会計事務所っていうわけではなくて、まあ、若くてね、フレキシブルで、スピーディーで、コミュニケーション能力が高くて、どっちかというとそれをコミュニケーションに重きを置くというような会計事務所なんで、まあ、そこら辺がね、ミスマッチしてないかっていう部分をチェックさせていただいて、うちとしてはそれで採用すると。はい。まあ、スキルフィットとカルチャーフィットですね。これはね、ぜひ覚えておいてください。スキルね。うちの会計事務所としてどのようなね、スキルが必要なのか。ワード、エクセルから始まり、法人税の申告書の作成ですよね。で、あとはうちだと海外だったり、節税だったり、そういったね、知識がね、今はなくてもいいんだけど、それをね、学びたいと思っているのかとか、その先行性ですよね。好きかどうかっていうのも含めて、スキルフィットっていうのはさせていただいてます。まあ、それを点数式にしてチェックしてます。で、あとはカルチャーフィットですね。まあ、挨拶に始まり、コミュニケーションですね。あと、ほうれん草だったり、そういったね、分ですね。うちの企業文化にマッチするのかっていうのもチェックしてさせていただいて、もうそれが OK だったらもうすぐ GO なんで、もうある意味最終面談で終わりですね。っていう感じまで来れてますんで、まあ、YouTube ぜひぜひいいかなと思ってます。はい。これがね、企業が YouTube を取り組むべき2つ目の理由になります。ぜひおすすめ。で、3つ目。これもね、話したかった。もうね、YouTube やればですね、本当にめちゃめちゃビジネスの縮小版なんですよね。何かっていうと、僕も会計事務所やってね、もう6年目になってるんですけど、商品を作りますよね。で、その次に、それを人にアタックしなきゃダメですよね。これを集客って言います。人を集めるのか集めてもらうのか。で、最後、営業ですよね。買ってもらうと。っていう感じで、通常はサービスを作って人を集めて売る。すなわち商品、集客、営業と。この3つの行為が成り立って、で、それでね、例えば売り上げが上がったら、次リピートはどうしたらいいのかとかですね。じゃあ次、売り上げがいっぱい来た場合ですね。それで全部売れた場合は、じゃあどうやってさばこうかっていう次、労働力の問題ですよね。採用問題とか。あとはそういった部分で、例えば資金調達しなきゃとか、いろいろあるんですけど、実は YouTube も結構似てて、例えばね、どういう動画が皆さんがね、求めてるのかって、これサービス作りですよね。で、その企画を考えたり、台本作ったりね、あとはコラボを依頼してみたり、まあ、そういった企画、動画の企画決定ですね。で、次に撮っていますよね。これが生産ですよね。で、次アップしていますよね。で、アップした時に、例えばそれを広告かけてみるとか、これ集客ら辺ですよね。集客する。で、最後ね、営業行為っていうのは、例えば先ほど言った通り、それでね、視聴回数がどんだけ伸びたとか、チャンネル登録数がどんだけ伸びたっていうのも、これある意味ね、営業、クロージング率の特定ですよね。で、プラス、本当の営業っていうのは、先ほど言った通り、顧客の獲得なのか、リクルーティングなのか、あとは企業案件のオファーを受けるのか、いろいろあると思うんですけど、そういった部分でね、ちゃんと営業まで繋げてるかどうかっていうのを、これ実は縮図なんですよね。ビジネスの縮図だと僕は思ってまして、YouTube ではね、その辺すごい俯瞰して見れましたね。やっぱり会計事務所とか株式会社やってると、やっぱ大きいんですよね。大きいんで、当然僕はこういうふうに理解はしてやってますけど、YouTube はもうちょっとね、自分のね、パソコンの中で全部できますんで、そこら辺俯瞰してもっと見れるっていう意味ではすごい勉強になってます。で、まあ、YouTube ね、企業自らプレイヤーとしてね、YouTube に参画するっていうのがぜひおすすめなんですよ。これ何かっていうと、よくあるのがね、YouTube 理解してますって税理士さんとか会計士さん多いんですけど、それは、例えば YouTube とか税理士のね、外から見たビジネスモデルを理解してて、例えばこれは経費になりそうだとかならないとかっていうのを理解してるっていうのは全然あると思うんですよ。それはそれでいいんだけど、自分がなんならプレイヤーになっちゃった方がよりわかりますよね。実際、例えばね、これカメラの機材とか買ってますけど、これが本当にどういったもので、いくらぐらいの単価感で、で、どういうふうなね、スペックがあってとか、で、それが本当にね、ぶっちゃけこれ経費性があるのかとか、まあ、そういった部分ですよね。っていうのをやっぱりやってたら余計わかりますんで、まあ、アイデアも浮かびますよね。じゃあこの衣装代、本当に YouTube だけしか着ないんだったら、実はそれを衣装代になるんじゃないかとかね。普通のね、会計士さんとか税理士さんって衣装代、すなわち一般じゃ無理でしょみたいなイメージが先行しちゃってるようなんですけど、本当にね、その辺どうなんだとか。入れられないのかとか、広告費とか入れられないのかとか、まあ、そういった部分とかね、やったらこそ、本当にそれって入れれるよねって、自分のこと、我がことのように思えると思いますんで、ぜひね、やってみることをお勧めします。で、あとはね、副産物なんですけど、やっぱりインフルエンサー周りのね、人付き合いもできますし、先ほど言ったとおり、よりわかりますんで、あくまで、ね、外、外野側からその知ってますよじゃなくて、あくまでプレイヤーとしてやってますし、当然会計全部の知識もありますよって、いわゆる掛け算ですよね、いつも言って掛け算ができてますんで、インフルエンサーの営業がますます取れるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ、現にね、僕が取ってるとか、営業目的ではないんですけど、人脈がね、どんどん広がってますね、インフルエンサーの。っていう感じですね。で、さっきも重複したんですけど、そのね、インフルエンサーの営業が取れるっていうのも一つですし、二つ目ね、重複するんですけど、企画、撮影、編集、サムネイルの作成、で、動画公開、で、広告、で、効果測定っていう意味で、全ての事業活動を、まあ、YouTube でね、俯瞰して一貫して学べるっていうのもこれね、めちゃめちゃおすすめのポイント。まあ、これでね、なんか今まで自分でビジネスやったことない人、特にね、副業組ですかね、副業されたい方とか、監査法人勤務、税省人勤務、の方はぜひね、自分で YouTube ね、所長とかに聞いてね、OK だったらやってみることをお勧めします。独立組もね、ぜひね、やっぱ社長自らがね、やってみるのがぜひぜひおすすめですね。で、これね、僕 YouTube って言ってるんですけど、僕ね、意外にドライでして、実は YouTube っていうのはツールでしかないと思ってるんですよ。手段でしかないと思ってて、いつも会計士って手段だよね、ゴールじゃないよねって言ってるのと一緒で、実は YouTube もね、僕、今 YouTube だから YouTube やってるんですよね。で、時が経ってね、またじゃあ次はライブ配信だってなったら、もしかしたらライブ配信かもしれないですし、VR だってなったら VR のね、YouTube 版が出たらそれやるかもしれないですし、何かっていうと、その最先端のビジネスに触れとくとですね、次何かあった時に、そのより早く次それ極められるっていう、実はね、法則があると思ってまして、まあ、何かっていうと、例えばね、一昔前だったらブログなんですよね。で、実は僕ブログやってなかったんですけども、ちょっとかじったぐらいなんですけど、ブログでめちゃめちゃ稼いでたブロガーっていうのは、一般的にはですね、次 YouTube に今参入してるんですね。で、YouTube に参入して、いわゆるブログで食ってた人っていうのは、大体 YouTube を食えてるんですよ。で、何かっていうと、もう大体わかると思うんですけど、一つのことを極めた時って、次、もう一個ね、しかも似通ってるわけじゃないですか、インターネットビジネスっていう意味では。っていう意味では、すぐね、応用可能だったり、過去のね、知識だったり、データっていうのを使えますので、まあ皆さんね、そういった部分で応用してるっていうのは現に聞きますね。例えばブログだったら SEO ですよね。SEO を考えて、いかに上位に上げてアフィリエイトするかっていうのが、ブログのアフィリエイトのビジネスだったりするんですけど、この YouTube でも、実はね、SEO ってあるんですよね。関連動画に上げるとかですね。例えば、堀江さんとか、中田のあっちゃんさんとかの似てるような動画を出して、それでね、紐付けて関連表示させて、そこでね、自分の動画を表示させるとか。あとは、検索窓ですね。YouTube のいかにね、ワードで検索されてるのかっていうのを SEO 的に考えてですね、そこら辺を予測してタイトルを決めたりですね。っていうのを実はね、ブロガー出身の人とかっていうのはもうシビアにやってるみたいです。っていう意味で、まあ僕もね、そこまでゴリゴリかっていうと、そこまでまだできてない部分は多々あるんですけど、そんな視点でできてるっていう意味では、YouTube これで極めたら、次ね、なんかできてもね、そこに応用できるっていう意味で、やっといた方がいいですよってことです。とにかくね。今やっとけば、別にね、今これ、ある程度のところまでいけば、次ね、応用できますんでっていうところですね。で、あと最後、ビジネスの自体の勉強になることについてなんですけど、やっぱり今回ね、ここまで動画見てくださった資料の方、たくさんいると思うんですけど、じゃあ実際やってる人はどのぐらいいるのっていうことなんですよね。はい。あと、今ね、これを見て、やろうと思っても、実際行動してアップするとこまでできる人っていうのは、本当にね、なかなかいないと思うんですよね。っていう意味で、現状を見ただけでも、もう修行 YouTuber なんか、僕片手で数えれるだけなんですよね。僕パッと思い浮かぶの。っていう意味で、本当に少ないんですよ。で、税理士だったら8万人いますよね。公認会計士だったら2、3万人いますよね。11万人いてですよ。片手で収まるんですよね。僕がパッと思い浮かぶ公認会計士。ってことで、逆にやっちゃえば、一気にですね、差別化。これだけで会計士かける YouTube とかですね、一気に差別化できますんで、もうやってる人が極めて少ないので、圧倒的に認知につながりやすいんですよね。まあさっきも言った通り、もう小山さん YouTube 見てますとかですね、最近本当にもうちょっと歯がゆいっていうか、こっぱずかしいんですけど、小山さん YouTuber ですよね、みたいな。いやもう、ごめんなさい、本業めっちゃやってるんですけどって、まだちょっと僕プライド高い部分があるんですけど、まあそういうふうに言ってもらえるんですね。この僕でさえですよ。たかだか1万人ね、ちょっとぐらいのチャンネルで。っていう意味では、皆さんもね、ぜひ今からでも全然間に合いますんで、ぜひね、チャレンジしてみて。で、何回も言うんですけど、YouTube がいいってわけじゃなくて、こういうふうにね、やることが大事なんですよね。で、次ね、新しいのが出ても、それをね、やってみると。で、それをやってみて、お客さんに伝えてみるとか、その知識を持ってお客さんの会計全部に活かすとか、そんな感じの視点で僕はあくまで言ってますので、あくまで YouTube が儲かるぜとか、そういう意味でないですね。はい。ぜひ、そういった意図を組んでもらえたら僕は嬉しいですね。ということで、今はね、トレンドである YouTube をぜひやっていただいてですね、どんどんね、ご自身のビジネスに応用していってもらえたらなと思います。はい。ということで、今日のね、テーマは、修行こそ YouTube をやるべき3つの理由というテーマでお送りしてきました。いかがだったでしょうか？はい。次回以降で、じゃあ実際ね、YouTube じゃどうやって始めたらいいんだよと思われた方には、ぜひね、次のステップに行ってもらえるような動画も作っていきたいです。過去動画もあります。ちなみに、YouTube 初級編、チャンネル登録を100までにやること5000みたいな感じでも、そういうね、初級編と中級編はもうすでに上がってますので、ぜひね、これでビビッと来た方がいたらですね、もうあくまで YouTube がいいですよっていうわけじゃなくて、YouTube をやる自分に価値があるんですよってことにね、ぜひ感じてもらって、チャレンジしてもらったら僕は嬉しいですと。ということで、今日のテーマはね、修行こそ YouTube をやる3つの理由というテーマでお送りしてきました。またね、こういってビジネス編ですね、YouTube とか限らずビジネス編も動画収録していきたいと思います。ということで、最後にお知らせ2つだけ。こんな感じで、僕の動画ではですね、このビジネスとか会計系のお話もしますし、もうちょっとね、昔の話で言うと、受験時代ですね、公認会計士の受験に受かった時とか、まあそこら辺もある程度のね、ノウハウがありますんで、そこら辺をね、できるだけ短く動画にして皆さんにお送りします。はい、面白いなと思ったらね、1つ目、YouTube チャンネル登録ぜひしてください。で、2つ目、ぜひね、Twitter でシェアしてもらえたらね、僕めちゃめちゃ嬉しいです。すぐリツイートしますんで、ぜひね、Twitter やってください。ここら辺ね、Twitter も載せときますんで。はい。ということで、今日もね、動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひ YouTube やってみてください。